は、デザインドリップです。今回はポップなステッカーデザインのインスタバナーの作り方を説明します。はい、それでは始めていきます。まず背景レイヤーをダブルクリックして普通のレイヤーにします。さらにダブルクリックをしてカラーオーバーレイで E3E956 のライムグリーンにしていきます。はい、次に写真枠のシェイプを作っていきたいと思います。楕円形ツールを持って適当なところをクリックします。 250×250 の円をシェイプで一つ作成します。で、だいたい左上ぐらいに配置します。で、こちらをコマンド J で複製してシフトをしながら右の方にずらして、このようにピタッとくっつくように配置します。もしこのようにピタッとくっつかない場合は、表示のスナップにチェックを入れて、スナップ先にすべてチェックを入れると綺麗にスナップすると思います。で、こちらにピタッとくっつけたところから左に50ピクセル戻します。シフトを押して 1,2,3,4,5、 はい、こんな感じです。で、これを4つ作ります。はい、で、4つできたら、こちらの4つのレイヤーをすべてコマンド J で複製して、そのまま下に同じ要領でピタッと下にくっつくように持ってきます。で、今度は上に50ピクセル移動します。これをあと2回繰り返して4段作ります。はい、これで 4×4 の円のシェイプができました。で、こちらの穴を埋めていきたいので、長方形ツールを持って570×570 の長方形を作成します。その前にこちらのすべての楕円形を選択してグルーピングしておきます。で、こちらと長方形を選択して中央に揃えておきます。で、こちらを選択した状態で右クリックからスマートオブジェクトに変換をします。で、こちらの長方形、こちらのシェイプと背景レイヤーを同時に選択して中央に揃えておきます。ちょっと分かりやすいように背景を後ろにして作業していこうかなと思います。はい、次はこちらのシェイプに枠線をつけていきたいと思います。ダブルクリックをして境界線を選択します。内側2ピクセルで真っ黒、000000の真っ黒で境界線をつけます。で、こちらにもう写真を配置してしまおうと思います。あらかじめダウンロードしておいた靴の写真を Photoshop の方に持っていき、横幅1200ぐらいにします。まあ、お好みで大丈夫です。で、配置できたらオプションを押しながらシェイプにクリッピングします。まあ、位置は後で変更しても大丈夫だと思います。とりあえずこんな感じで今は配置しておきます。はい、こちらで写真枠シェイプの作成は完了です。はい、次はテキストの作成を行っていきます。フォントはコミューターズサンズ、こちら Adobe フォントにあるものです。こちらのエキストラボールドで、サイズは150ピクセル、トラッキングを0で、ちょっと分かりやすい白か何かで New Kicks と大文字で書いてください。で、こちらで気になるところがあればカーニングをします。大体このままで大丈夫だと思うんですが、最後の S の手前だけ1個詰めます。はい、こんな感じでいいかなと思います。で、こちらにレイヤー効果をつけていきたいと思います。先に作った写真枠のシェイプを選択して右クリックをします。で、下の方にレイヤースタイルをコピーというのがあるので、こちらをクリックしてスタイルをコピーします。で、こちらの先ほど作ったテキストレイヤーを選択して右クリックからレイヤースタイルをペーストします。するとこのように同じような枠線がつきます。で、色を変えていきます。はい、色は FBAFD5 のピンクにしていきます。はい、こんな感じです。で、こちらを複製していきます。こちらを選択してコマンド J で複製して、下にできた方を下と左に10ピクセルずつ移動します。シフトを押して下と左に移動します。はい、こんな感じです。で、こちらの色を変更します。はい、こちらの色は E97745 のオレンジにしていきます。で、さらに同じように複製をして、一番下にできたテキストレイヤーを下と左に10ピクセルずつ移動します。はい、こちらの色は ECE5CE のベージュにしていきます。はい、こんな感じです。で、こちらのテキストレイヤー3つをグルーピングします。まあ、テキストなどと分かりやすく名前をつけておきます。こちらのテキストグループと一番下の背景レイヤーを同時に選択して中央の下の方に揃えます。で、テキストレイヤーのグループを選択して、ここから70ピクセル上に移動します。シフトを押して 1,2,3,4,5,6,7、 はい、こんな感じです。こちらでテキストの作成は完成です。は
次は装飾の作成をしていきます。まずはレインボーシェイプを作っていこうと思います。楕円形ツールを持って適当なところをクリックします。 300×300 の円を作成します。でこちらのレイヤーを選択した状態でこちらの白い矢印のパス選択ツールに持ち替えて一番下のアンカーポイントをクリックして削除します。そうするとこのような半円ができます。でこちらのレイヤーを選択して右クリックからレイヤースタイルをペーストします。すると先ほどコピーしていたレイヤースタイルがペーストされます。でこちらの塗りをベージュにしていきます。ダブルクリックしてこのようなスポイトが出てくるので先に作ったテキストのベージュから色を持ってきます。 ECE5CE になったら OK です。はい、こちらで OK します。でこちらをコマンド J で複製します。で右上をクリックして変形モードにして上のツールバーのところのこちらの鎖をオンにしてこちらに200ピクセルと入れます。すると同じ比率で縮小された半円ができました。でこちらをさらにコマンド J で複製して同じように右上をクリックしてまたこちらの鎖マークをオンにして今度は100ピクセルと入れます。するとこんな感じになります。こちらの3つの半円を選択して中央の下に揃えます。するとこんな感じで虹のシェイプができました。で色を変えていきます。真ん中の200ピクセルのやつはオレンジにします。こちらからオレンジを持ってきます。 E97745 のオレンジですね。一番小さいものはピンクにします。こちらのピンクの色を持ってきます。はい、で今度はこのベージュのところに文字を入れたいと思います。文字を入れる用のパスを作りたいと思います。一番外側の半円を選択してコマンド J で複製します。同じように右上をクリックしてこちらの鎖マークにチェックを入れて今度は220ピクセルにします。はい、こんな感じですね。こちらを一番大きい半円と同時に選択して下に揃えます。まあ、一応中央に揃ってるんですが念のため中央にも揃えておきます。はい、こんな感じです。でこちらの効果の目のマークをオフにして塗りをゼロにします。はい、でこれで文字を入れるパスができました。でフォントの設定をしていきます。はい、フォントですがラストサンズ、こちらも Adobe フォントにあるものです。こちらのレギュラーでサイズを35ピクセル、トラッキングは0で色を真っ黒000000の真っ黒にして段落をこちらの中央揃えにします。でこちらでテキストツールに持ち替えて先ほど作った塗りゼロのパスの上にカーソルを持っていき中央のあたりでこのような波のアイコンになったらクリックをして A/W コレクションと文字を打ちます。 A と W が大文字でコレクションは小文字で打ってください。こんな感じです。でこれがちょっと中央からずれてるなと思ったら移動ができます。このレイヤーを選択した状態でこの白いパス選択ツールに持ち替えます。でこの上に合わせるとこのように左右に黒い矢印が出ているカーソルが出るのでこの状態でこのようにドラッグすると文字を移動することができます。今回はこんな感じでいいかなと思います。でここまでできたら外側の半円から内側の半円まで全部をグルーピングして、まあ、レインボーなど何か分かりやすい名前をつけておくといいと思います。でこちらを配置していこうと思います。こちらの右上をクリックして変形モードにしてシフトをしながら右に1回傾け15度回転させます。でこちらのグループと背景レイヤーを同時に選択して右上に揃えます。でこちらから50ピクセルずつ下と左に移動します。シフトをして 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5。 はい、こんな感じです。こちらでレインボーのアイコンは完成です。はい、次にニコちゃんマークのアイコンを作っていこうと思います。楕円形ツールを持って適当なところをクリックします。150ピクセルの円を描きます。でだいたい左ぐらいに配置しておきます。でこちらも右クリックからレイヤースタイルをペーストしておきます。で色をもう変えてしまいます。色を CQD0F5 のパープルにしておきます。はい、こんな感じです。次に目を作っていきます。また楕円形ツールを持って適当なところをクリックします。次は10ピクセル ×30ピクセルの楕円を作成します。で塗りを000000の真っ黒にします。でこちらをまあ一旦適当な位置に配置しておきさらにコマンド J で複製をして30ピクセル右に移動します。シフトを押して123。はい、
で、こちらの目2つをグルーピングして、先に作った紫の楕円形と同時選択をして中央に揃えます。で、こちらから20ピクセル上に上げます。シフトを押して1、2。はい、こちらで目は完成です。はい、次に口を作っていきます。こちらの円をコマンド J で複製してレイヤー効果をオフにします。プロパティパネルのアピアランスから塗りをなしにします。で、線を真っ黒にして2ピクセルに設定します。こちらを選択した状態で、この白い矢印のパス選択ツールで一番上のアンカーポイントを削除します。するとこんな感じの半円になります。で、こちらを右上をクリックして変形モードにして、こちらの鎖型のアイコンをオンにして横幅を100ピクセルに設定して OK します。するとこんな感じになります。で、こちらと後ろの円を同時に選択して中央の下に揃えて、こちらの口の部分だけを選択して20ピクセル上に上げます。シフトを押して1、2。はい、こちらでニコちゃんマークの顔ができました。で、こちらの顔から目までを全部グルーピングしてスマイルなどと分かりやすく名前をつけておきます。で、こちらを配置していきます。こちらのグループを選択して右上をクリックして変形モードにして、シフトを押しながら左に1回傾けます。マイナス15度回転させます。で、こちらのレイヤーと背景レイヤーを同時に選択して左の真ん中に揃えます。スマイルを選択して、こちらからまず右に50ピクセル移動します。シフトを押して1、2、3、4、5。さらに下に100ピクセル移動します。シフトを押して1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、こちらでニコちゃんマークは完成です。はい、次はキラキラマークを作っていきます。多角形ツールに持ち替えて適当なところをクリックします。80ピクセル ×80 ピクセルで角数を4、角丸の半径は0、星の比率を 1%、 星のくぼみを滑らかにするにチェックを入れて OK します。するとこんな感じのシェイプができます。こちらを持って変形モードにしてシフトを押しながら45度傾けます。するとこのようなキラキラのマークができました。で、こちらを選択して右クリックからレイヤースタイルをペーストします。色をオレンジにしたいのでダブルクリックして、こちらのオレンジから色を持ってきます。で、こちらをだいたい右下の適当な位置に配置します。だいたいこの辺でいいかなと思います。で、こちらのキラキラをコマンド J で複製して塗りを000000の真っ黒にして縮小します。変形モードにしてこちらの鎖型にチェックを入れて70ピクセルにします。はい、こんな感じです。で、こちらを右上の適当な位置に配置します。だいたいこんな感じでいいと思います。こちらもグルーピングして、スターなど分かりやすい名前にしておきます。こちらでキラキラは完成です。はい、次に左上にお花のようなマークを入れていきたいと思います。こちらテキストで入れます。先ほど使ったラストサンズの今度はブラックで大きさを150ピクセルにして、色を000000の真っ黒にしてテキストレイヤーに持ち替えてアスタリスクを一つ書きます。で、こちらをモコモコシェイプに重なるように左上に配置します。はい、こちらでお花のマークは完成です。最後に方眼紙のようなラインを入れていきたいと思います。長方形ツールに持ち替えて適当なところをクリックします。幅500、高さ2ピクセルの長方形を作成します。塗りを真っ白 FFFFFF にしておいてください。で、こちらと背景レイヤーを同時に選択して左上に揃えておきます。で、こちらをコマンド J で複製して50ピクセル下に移動します。シフトを押して1、2、3、4、5。で、これを10本作っていきます。はい、10本できたらこちらの長方形を全部まとめてグルーピングしておきます。で、こちらのグループをさらにコマンド J で複製して右上をクリックして変形モードにして90度回転させます。するとこんな感じの線ができます。さらにこちらの2つのグループをグルーピングして、ラインなどと分かりやすく名前をつけておきます。こちらを背景レイヤーのすぐ上の方に移動します。で、こちらをちょっと配置していくんですが、ちょっと内側の方に入れて背景レイヤーと同時に選択をして左上に配置します。で、こちらの縦線と横線のレイヤーをそれぞれ選択して右下に揃えます。するとこんな感じで端が綺麗に揃いました。あとは写真の配置をちょっと調整します。
はい、こちらで完成です。最近このようなビビッドな色使いのデザインをよく見かけます。ニコちゃんマークや虹のステッカーなんかもよく見かけるデザインです。ポップで明るい印象にしたいときに使えると思うので、ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。